僕にヘブンは多分不要ですね。いらないと思います。で、まあ、僕が今欲しいとすると、まあ、3番ウッドの HL とかはあってもいいかなと思うんですけれど、まあちょっとその辺は、ピンの G430 の LST を頼んでたつもりが、どうも頼んでなかったっぽいので、結局今来てないので。で、ステルス2プラスのフェアウェイウッドも3番、5番って、まあ、買ったんですけど、まあ、G430 とこのパラダイムを押しのけるところにはなかなか来なくて、やむなくそれは今、瀬戸さんにレンタル中なんですけど、ちょっとフェアウェイトに関してはもうこれでいいかなって思ってる部分もあります。だから多分新しいのを買うっていうこと自体が多分ないかな。ピックスピードは、いやでもあれは3ところなんですよ。あれでもあれはシャフトを変えなきゃ辛い。シャフトがちょっと重たくて硬くて、で、その3号を抜いてピンの G430 を入れたっていうところもあるので、そこがそのエピックスピードを変えようと思ったきっかけだったので、エピックスピードの3マウントを復活させるんだったらもう一回シャフトを何か違うものを入れ直すってことをするんですけど、なんかあの組み合わせもなんかもうバラすのがちょっともったいないなと思っている部分があるんで、今どうしたもんかなと、まああれはあれで取っといてもいいかなと思ってもいます。本当もともとエピックスピードを買った一番の理由が、シムの3マウント、5番ウッドの時の5番ウッドが左向いてて、5番ウッドがどうしてもいいのがないんだよねっていう時に、エピックスピードの5番ウッドがドハマりしたんで、以来そっちにこう、くら替えをしたんですよね。でもね、この間、中華屋さんでね、いいシム見つけちゃったんだよね。で、今更、シムの3番、5番、今僕は両方揃えて持ってたりもします。だから、ずっとこの数年、中華屋さんに行くたびに、シムのフェアウェイウッドいいやつないかな、ないかなと思って見てたんですけど、ついにこの間いいのがあったんで、それの3番、5番も実はあります。でもなんか今更そのシム使ってますっていうのもね、なんかいけずな感じがするし、ちょっとそこは、まあまあ、5番ウッド単体で言うと、やっぱりピンの G430 と、このパラダイムトリプルダイヤモンドがとても性能がいいので、まあおそらく5番ウッドに関して言うとシムに戻ることもないだろうなっていう。まあ単純にその好きだったモデルで、顔のいいのがあったんで、まあ、ちょっと我慢できずに買っちゃったんで、まあ打てるようにはしてありますけど、まあ今からそれをエースとして昇格するというところまでちょっといかないかなって気もします。ちょっと気の迷いで使うこともあるかもしれないですけど、使ってみたら超良かったりするかもしれないけど。でも実際、結構この5番ウッドがコースでもいい結果出してるんですよ。それこそ奥島さんと一緒にゴルフした時に最終ホールのパー5も2オンしたりとかして、結構長い距離で、ね、割と気に入って使い続けている感じです。多分このまま2023のまず序盤のフェアウェイウッドはこれでも決まるかなっていう感じがします。トリプルダイヤモンドを使いたい場合、割とシャフトさえ変えればなんとかなる気もしないでもないんですよね。で、まあ、トリプルダイヤモンドにしなくても通常のパラダイムにしてあげると、使える層はぐっと広がるんじゃないかなって思います。で、本当完成度っていうか、このフェアウェイウッドはよくできてるなっていうふうに思いますし、まあフェアウェイウッドもユーティリティもパラダイムに関してはちょっと性能がず抜けてるなっていうふうには感じていて、一人知り合いが通常版のパラダイムの 3HL を持ってるんですけど、飛ぶんですよ、とにかく。ティーショットを置きに行きましたなんていうのが結構なところ飛んでて、やっぱり飛距離性能高いなって改めて思いましたし、カチャカチャのフェアウェイウッドで、そのうまくシャフトを合わせるのになかなかこう当たらなくて、ずっと接着の方をいいなと思ってましたけど、今回たまたまなのかな。ギアサポート羽鳥さんが渾身の一本を作ってくれたっていうところもあって、今、まあ、これ天性の 1K ホワイトの70の X が入ってるんですけど、なんとなくこうひよって S を頼みがちだったんですけど、いやちょっと石井さん今回は X を試してくださいって言われて、 S オーダーしにもかかわらず X が届いたんですね。最初はいやいや羽鳥さん S って言ったじゃんなんて話をしたんですけど、いやちょっと自信があるんで
言われて打ってみたらとても良かったので、まあ、そのまま X で使っております。フェアウェイウッドってトータルでやっぱり考える必要があると思うんです。で上に上がりやすいってことが条件、いろんなライからでも打ちやすいってことが条件で、飛んでくれた方がいいよねっていうのと、やっぱ高さが出るからボール飛んでも止まってくれるので、そういう意味で言うとあんまり変えられない一本みたいなのになりやすいと思うんですね、フェアウェイウッド。まあ、さっきの話途中になっちゃいましたけど、まあ、トリプルダイヤモンド自体は、ね、球を上げてくれるヘッドではないと思うので、通常版を使う方が、まあ、基本的にはいいと思うんですけれど、まあ、クラブをフルスピードが速い方で球を上に上げるのを抑えたいんだっていうような、その捕まりすぎるとかそういうのを抑える方にはやっぱりトリプルダイヤモンドってすごいいいフェアウェイだなというふうに思うので、僕は、好きですっていうところ。この前ちょっとこれは話が脱線するんですけど、ジューシー株式会社の松吉さんの、僕とで、2人でダブルネームのレッスン会っていうのをさせてもらったんですけど、まあ、その話に関してはちょっと違う回に譲るとして、まあ、やっぱりクラブの重心の深さの考え方だったりとか、フェアウェイウッドとユーティリティの、形状によるその同じその重心の深さっていうものに対してでもやっぱりその捉え方考え方が違うんだって、結構ちょっと深い話をいろいろお聞きした上で、自分のクラブとかやっぱ改めて見直した時にやっぱり自分が好きなクラブのこう特徴とかってやっぱ結構近しいところがあるんだなっていうところに、またちょっと自分の考えも至ったというか、よりこう深く今までのそのクラブの選び方よりもさらにちょっともうちょっとこうちゃんと意味を考えながら選べるようになってきたなって思うこともあるので、講師側としていたんですけど、やっぱり勉強になる話がすごい多くて、やっぱりこういったことを皆さんにもちょっとお伝えしていけるチャンスみたいなものがあったらいいなと改めて思った次第です。まあ、そこはまた別の回にゆっくりやりたいと思いますけど。まあ一つだけ松吉さんが言ってたのが、例えばフェアウェイウッドとかユーティリティで、なんとかっていうモデルのこのクラブを買ったんだけど、じゃあそれが良かったからといって、その前後のものを買った時に合う保証はありませんよっていうのが結構衝撃的な話で。でそれなぜなのかっていうところはまたちょっとじゃあ、別の機会にね、移りたいと思いますので、そういったことも考えながら、クラブ選びしていきたいなと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。